オーバームスローです。どうも、はい、今回ですね、途中、ぶらり旅、ちょっと違うな、ぶらり途中下車の旅ということでですね、私たち、今回ゆかりのある場所を、皆さんにね、旅の道連れになんつってね、今日はタイトなジーンズにねじ込んで、来たんでね、皆さんぜひ、ご覧いただければと思います。ここでミュージックが生まれた、サウンドリップのミュージックが生まれた場所、本当はここが俺だけ座って、陽平がなんかどっか前の方かいて、源が一人で泣いてたんだよね。そうだね。いろいろ思い出すことがある。そうだね。だ曲どころじゃなかったんだよね。でも、たまんねえ。これ大丈夫かな、これマイクついてるけど大丈夫、これ大丈夫かな。ビビってるんですか。これ本当にドキドキするんだよ。ちょっと菊池は27歳みんな逃げてくださいね、何かあったら。いや、ちょっともう終わりだよ。さあ、どうか行くよ。それではオッサンドナイトワーデン、サンクス。